ひよりんごです。今日の動画はじゃん、こちら買ってきました。美人百花の1月号でお値段が800円です。発売日が12月12日になります。今回の付録がですね、見てください。じゃん、こちらスタージュエリーのキラキラスマホリングなんですよ。今までスマホリングの付録って多分なかったと思います。そう、私が使っているのがバンカーリングになるんですけども、本当に便利なんですよ。これちょっと指を引っ掛けて操作ができるのですごく便利なんですが、今回の美人百花の付録がそれがついてくるんです。では開けたいと思います。3、2、1、じゃーん、見えない。毎度のことながら見えない。なるほどなるほどなるほど。はい、こちらになります。見えますかね、ちょっと難しい。どうだ、めっちゃ可愛い。ピンクゴールドになっていて、なんかね、こう通すと指輪をしてるみたい。見えるかな、指輪みたいになってて、ここがクリスタルガラスを使ってるから、もうね、キラッキラしてんの。キラキラ、めちゃくちゃ可愛いでございます。可愛い。これはで、私ね、もうここ緩くなっちゃってんだよね、ここが。なんだけど硬いから多分ね、スマホが立つと思うんですよ。ただ一点注意していただきたいのが、ちょっと先ほど問い合わせの電話をさせていただいたんですけど、これね、両面テープなんだって。で、バンカーリングとかは何度も取り外しができるものなんですけど、両面テープなので粘着力がだんだん弱くなってきてしまうので、何度も貼り替えるってことができないらしいんですよ。最初の粘着力よりどんどん弱くなっていっちゃう。なのでそこだけ気をつけてください。では私はバンカーリングからこちらに乗り換えたいと思います。バンカーリングもね、これどうやって取るのってぐらい粘着力がすごいんですよ。よいしょこのスマホケースに貼り付けていきたいと思います。いきます。ここら辺につけたいと思います。真ん中じゃね、手がね、届かないんだよね。私こういうの苦手なの。まっすぐに貼れないのいいかな。はい、こんな感じで貼れました。曲がってる？大丈夫？大丈夫？大丈夫ですね。こんな風にしてスマホを操作する感じになります。めちゃくちゃ可愛いです。これは可愛い。でもちょっとアイフェイスに合わない。大丈夫？普通にそのままつけてる。でも取り外す時に傷とかついちゃうから、100円ショップとかに売ってる透明なケースにしたりしても可愛いかも。こんな感じどう？なんかここがキラキラしてるのがすごく可愛いなって思います。可愛い。使い心地としては全然 OK です。しかもここが硬いっていうのがね、すごく嬉しい。バンカーリング使いすぎてここが柔らかかったんですよ。なんでスマホも立たなかったんですけど、これだったらいけそうだし、なんかちょっと女の子っぽくて可愛いなと思います。私ね、スマホリングすごい便利なものだと思ってるんです。なので使ったことない方はこの雑誌の付録のスマホリングで試してもらいたいなって思います。一回使っちゃうとね、本当にやめられないの。もうなんだろうな、引っ掛けたい、引っ掛けたいんですよ、ここにちょっと私なんか曲がってる？え？嫌なんだけど。ちょっと曲がってますか？曲がってるよね。粘着力が弱くなってしまうのは嫌なので、このまま行きたいと思います。皆さん貼るときは慎重に貼ってください。今回本当に可愛かったな、付録。私こういうの好きそして次回の付録紹介をしていきたいと思います。次回の付録がこちらになります。ちょっと私このブランドなのかな、このブランドを知らなかったんですけど、大人気ギフトフラワーボックスで有名なニコライ・バークマン・フラワーズ&デザインと美人百花が初のタッグ、ボールペン&ペンケースセットがついてくるみたいです。見えますか？さすがフラワーボックスで有名というだけあって、お花柄です。で、ボールペンもついてて、ボールペンの入れるケースもついてます。こんな感じ見えるかな、ちょっと薄いね、見えるかな。なんかボールペンってさ、1本でいいじゃん。1本でいいから、これはいいかもしれないなって思いました。なんかね、このペンケースもすごく小さそうなんですよ。1、2本しか入んなそう。だから学生さんとかはちょっとちっちゃいかなと思うんですけど、ただ社会人の方とか、あと少し遊びに行くだけとかならね、全然これいいかなと思うので、次回も紹介していきたいと思います。
本日もご視聴ありがとうございます。なんか登ってるね私。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。何度も貼れるのかなと思ってちょっと調べたんですけど、どこにも書いてなかったので問い合わせの電話をさせてもらったら、すごい丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。